アフターズクルは2009年に結成した韓国のガールズグループであるプレディスエンターテインメント所属略称アイプスクまたはアフスクプレディスエンターテインメントから初のアイドルグループとして2009年1月15日にミニアルバムニュースクルガールでデビュー韓国歌謡界で初めて入学卒業制度を導入して話題となったまた メンバー全員が167センチメートル以上と長身であり、セクシーで抜群なスタイルとハイレベルなダンスやパフォーマンスで支持を得た。 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2010年、2011年,年、2012年、2013年、2014年、2015年、入学卒業制度があるため、メンバーの入れ替わりが激しいのが特徴である。アルバムチャリティアルバムシングルデジタルシングル。デジタルシングル オリジナルサウンドミュージックフィーチャリングソロその他、ミュージックビデオアルバムベストアルバムシングルデジタル、シングルフィーチャリング DVD、ブルーレイタイアップか非常アソ4 4ユイ、07ジカウン。ありがとうございます。